花尾四郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう、はい、今日はゲストなく金玉ということでですね、はい、まずは高橋誠さん。はい、どうもこんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。今日はね、松下としみがちょっと、ね、欠席ということで、欠席ということでね、ちょっと四国にね、今戻ってて、ね、いいね、そうですね、ちょっとお母さんのね具合が悪かったんだけど、うん、今ちょっと、うん、まあまあよくの、うん、ね、持ち直したみたいで、ね、来週には顔出せるんじゃないかと思いますけども、はい、ということでね、今日はね、高子さんがね、そう、四国ガールズだから、四国ガールズ、としみさん、そう、としみさんとのデュエット四国ガールズなんで、としみさんがいないって聞いちゃえばやっぱりね、飛んでこないとね。ねえ、声が大きいんじゃないの。でも、ちょっと話していいよ。話していい。いやいやいやね、今日は手伝いに来ました。お、ね、うん、ありがとうございます、ね、心配だね。でもね、としみさんのお母様心配してます。まあでも、もうでも101歳ですから ね、 ね、すごいと思うよ。すごいわ、101まで憧れます、うん、ね、やっぱ女性はすごいよ ね、 ね、いや、四国はね、うん、女の人は前も話したことあるけど、すごいのよ、はい、高子さんはあれでしょ、宇和島の方なの。宇和島よ、ね、うん、宇和島だから、としみさんと本当に近いの。同じ四国と愛媛だけど、すごい近くって。そうだね、うん、だから四国ガールズ、うん、二人ともね、歌もしっかりしてるし頭もしっかりしてるしって言いたいでしょ。そうそうそうちょっとおかしいけど。いやいやいや、あのね、でもやっぱりね、高子さんもやっぱりいろんな海外にこう行かれたりなんかしたわけですよね。はい、そうです、ね、四国からね。もう昨日も真夜中までアルゼンチンの妹と喋ったり、うんうんうん、その他の日はトリオロスパンチョスのラファエルさんのリードボーカルのね、うん、ちょっと仕事の打ち合わせで、はいはいはい、奥様がマネージャーやってるので、うんうん、奥様とご主人とラファと一緒に3人でつないで、そろそろあれじゃない、その、まあ、クルーズ、船で、うん、お仕事されてたりしたり、そうそうそう、船もそれも始まるんです。もうここに来る前にずっとメール入れてたの。だからラジオの本番があるから、うん、ラジオの本番終わって、うん、担当者と電話で話するから、うん、それまで2時ぐらいまで待ってって言ってメール入れたばっかりです。そうなの、そう、そうかそうか、乗るの。あ、本当、いつ頃からやるんですか。8月。本当、うん、すごいね。8月、そう、コロナでなかなかね、うん、それも叶わなかったんだけど、しばらくなかったんだけど、うん、これでだいぶこう戻ってき始めたので。よかったですね。イルヴィン君はお元気ですか。めっちゃくちゃ元気で、もう、レコーディングとあと NHK の仕事がすごくって、NHK とあとサッカー、うんうん、ここでもずっとやってたけども体が持たなくって、ちょっとサッカーお休みさせてもらってるけど、うん、メッシとかロナウジーニョとか、うん、人たちを育てた、スペインの監督からオファーが来て、うん、スペイン語と日本語、うん、だからスペイン語の記事を日本語であの子が訳すっていう。訳すんだね。そう、それがなんかもう近々始まるし、もうなんか体がね、音楽の方もね、そう、今バイオリンの方と一緒にやられてる。そうなんですよ。あ、さすが、そうなんですよ。知ってるよ、うん、知ってる、うん、彼女もすごいのよ、美しい方だね。あっちゃんっていうか、バイオリンが素晴らしくって、その工事がすごい気に入ってるので、うん、ちょっと一押しで船の方に押したら、うん、さ、プロデューサーが聞きに来てくれて、うん、あ、そうなの。でも船はあれでしょ、ドラマーのほら、誰だっけ、菅原義さんとかもそうなんだけど、 そのドラマーの角田ヒロさん、ヒロさんもそう、 あの辺もそうだよね、うん、だからヒロさんはアスカの方で、うんうん、で私は日本丸とアスカの方と、あと、うん、パシフィックヴィーナスさんも引退しちゃったけど、うん、日本戦を参戦、うん、ずっとプロデュースやってて。あ、本当に、うん、で今日も昨日のあれかな、三味線を、おことと三味線をやってる、うん、我が子をやってる彼女からも連絡が来て、うん、私のあれをフェイスブック読んで、うん、あ、一緒になるよって、私もいるからそこにって言って、もうそれでものすごくまた話が弾んじゃって、だからもう仲間だらけだから、うん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 、
だから今度さ、あれあのラテンのほらバンドいたじゃん、うん、あの日本だ誰だっけ、ノラさんがいたよ、なんだっけ、ノラオルケサデラルス、そう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 、そうよ、デラルスもほらもう来るって言って、その話がこの番組ね、うん、うん、いいの、うん、いいよいいよいいよ、あそしたら言っといて、呼ぶ呼ぶね、うん、あのだとしみ大ファンだからね、うん、彼女とももう毎日のにもうメッセージやり取りしてるし、あ本当、そうノラちゃんとも。そうそうそう、ね、そうなんですよ、いろいろ、ね、じゃあその話を進めます、うん、ということでね、はい、高橋誠さんね、はい、何でしょうもうおうちライブいろいろね、おうちライブね、そうね、あの見てますよ私、あそうですか、見てますよ、どうもどうもありがとうございます、もうずっと毎回見てる、はい、すごいなと思ってすごいよね、すごいよ、だってそうですか、お外ライブやっておうちライブやって、ね、すごいすごいすごい、うんね、まあまあ、うん、まあ好きなことやってるだけですから音楽はでもいいですもん ね、 ね本当にまずね今日ね一曲聴いてもいただきましょうか、西谷俊美ジプシー、「
いかがですか、これ松下さんのデビュー曲ですね、これ西田と敏美でデビューしてました、西田敏美ちゃんね、敏美っていう名前はね、あの珍しい、可愛い声してる、いい声してるよ ね。そう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 、ね、ちょっとねだからそのアイドルっていうか大人っぽいですよね、大人っぽいね声がね、まああのいくつでデビューしたかはあのちょっと秘密にしときますいくつぐらいだろうね、うん、ね、女性に年はね、ね、うん、あのまあでも、いやでもいい声してるよ、素敵素敵、ね、うん、昔から声は、ここでほら金尾さんのコーラスやってる声しか耳に入ってなかったから、うん、いやこれ、ね、なかなか、ね、素敵、いい、だから西田敏美でバップレコードがデビューして、作詞家としてはね松下敏美であのがペンネームっていうか、うん、それであのほら元僕同じ会社だったシャネルズのラタンスター の鈴木清美さんとかの作詞をしてる時は、うんうんうん、カラオケとかには松下敏美で入ってるんですよね。ああそうなんだ、そう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 、そうすごいキャリアだね、うん、キャリア、これあの使い分けるっていうね、あれがあるね、僕もあの金尾隆弘っていうね、おお別名があるのいやだから金尾義郎本名だけど、うん、うちのお袋が、うん、俺40ぐらいになった時に、うん、あの40過ぎたらお前死ぬって言われて、あなんか名前そう生命判断見て、ね、そいきなりさ金尾隆弘になったのよ、10年ぐらい、うん、でいいよって俺名前で興味なかったからもうデビューしてたんだけど、うん、10年ぐらい隆弘で生活してたんだよ、すごいな、初めて隆弘ってどっから呼んできて持ってきたか分かんないんだけど今日からあんたは隆弘ばいって言われてお母さんゲル普段ね、そういう絶対その吉郎とかで名前つくったらいかんばいって言って電話したらさ、あ、よっちゃんとか言うわけダメじゃん全然違う、本当にいい加減だよね、そう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 、そういうことありましたけども、名前ってなんかいろいろね、高橋誠さんはずっと、同じ、一応高橋誠で、ね、うん、なってます ね。でもね、だから漢字よりもカタカナのがいいよっていうのは言われたことがある、あ、それも違うんだね、字画とかもね、画、うん、が、画数が違うから、あ、そっかそっか、それあるよねみたいな、だから俺金尾義郎ってあのひらがなで書いたのもあるじゃないですか、うんうんうん、だからなんか気になってるはいるのよ、 その義の老っていうね、義理人情の義、でもねもう過ぎたからさ、うん、あっという間にその40代過ぎたってもう70とかになろうとしてるじゃん、だからここまで来たらさ死のうも生きろもどうでもいいか、開き直りだよね、話になるわけよね、うんうん、だって一緒だもんね、古希でしょ、そう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 、まあ、あの同じ年じゃない、馬だからね僕らは、ね、馬働くよね、種馬、そうそう種馬、そうかー、筑豊の種馬って、いいね、まあ世田谷のサラブレッドとはまた違いますからねなんだと、ということでね、今日はねこんな感じで、剣玉という ねになりましたけど、今日お便りちょっと高子さんのいい、見えるですよ、見えるよ、大きい字の方から読むね、はい、じゃあお便りを読ませていただきます、皆さんこんにちは、雲は多いけど良い天気の博多です、うん、お博多のミキ君か、じゃあ、うん、この方はミキさんってね、ミキさんって方、うんうん、先週に引き続き今週も金玉ですね、うん、無理せずゆたっと楽しんでそれを伝えてくださってるところを楽しみますね、はい、先週からも変わらずライブ三昧です、うんうん、友達がドラム叩いてるグロムロックのバンドの 2days を楽しんだ後は、うんうん、中洲ジャズで盛り上がってるギタリストのライブ、うんうん、そして翌日の一昨日は、うん、音楽魂ファミリーの、うん、お、舞子ちゃんかな、ちょっとこれなんて読みますかね、上奥舞子さんのライブに行った後、日本にブルースの文化を根付かせた恩人の一人で、残念ながら休止してしまったライターでありギタリストでもあり、うんうん、あった小出仁さんを送る会の福岡会場で偉業を称え合ってました、
初めてお会いした時にも、ああ、あのパンダのと言っていただき、いろいろと教えてもらった思い出があります、うん。本当に最近は素晴らしい音楽家の方々の訃報をよく聞きますね。うんうん、本当に。そうなの。そうですね。それともう一枚はね、メガネかけて読ませていただきます。かなおさん、としみさん、まことさん、鈴木さん、はい、こんにちは。こんにちは。梅雨より前に今日も朝から暑く真夏のような日が続いています、皆さん体調は大丈夫ですか？ほうほう、先週の金玉楽しかったです、そして今週も金玉ですね、先週の土曜日に長女の嫁ぎ先が田植えだったので、まだ入院中だった娘の代わりに孫3人の世話に行ってきました。もう退院しましたが、世話といってもほとんど遊びの相手です。田舎の大自然の中で育つ孫たちはたくましく遊びもダイナミックです、庭の砂場にじいじから余っていた稲の苗をもらって田植えごっこが始まりました。裏山から流れてくる山水を汲みに行った時のこと、ババリン、あそこに蛇がいたよというのでトタン板を丸めた筒の中を見ると、なんとそのヘビマムシでした。だってうわー、怖い、びっくりしました。すごいね、ちょっとでも間違ってつついたりしていたら怖いことになっていました、まだ毒ヘビの区別がつかない子供たちに、毒ヘビだから噛まれたら死ぬよと教えてじいじに退治してもらいました、春先からもう8匹やっつけたとのこと、何ですか、これは何て読むんですか。日本語長。まことちゃんもう読めない。これ何ですか。なんで癒される。これ何ですか。何でしたっけ。長兵。長兵。いやいや。違う。違います。長兵。なんだっけな。で癒される環境と危険も背中合わせで、そんなことを学びながら大きく成長していくんですね。先週生まれた孫はすくすく元気に育っています。今度この読み方教えてくださいね。お願いします。高子でした。はい、ありがとうございます。はい、はい、読めない読めないんだみんなね。読めない時はね、まず歌うんだよ。歌うんだ。行こう、歌に行こう。よし、歌いますかね。あのなんかね、じゃあね、僕、はい、何から行くかな。少年の街っていうね、これはね、ずいぶん前に作った歌で、これレコーディングしてないんだけども、今度ね、ちょっとね、これもレコーディングしようかなと思ってるんですね。この間6曲レコーディングしたんですけども、昭和とかっていうね、テラス場って書いてライブハウスが博多にあったんですけどね、そこで歌ってた曲とか昔の割とラグタイム風な曲をね、録音しました。菊田俊介君とか、あとリエリー金平さんとかで手伝ってもらってしましたけど、それ以外の曲はちょっとロックバージョンとバラードはまた今回ね、この後に録音したいと思うんですけども、その中にね、これを入れようかなと思ってるんですよね。少年の街っていうね、曲がありますが、ちょっと今日は、まことさんと初めてやりますか。初めてかな。うん、聞いたことあるかな。少年の街ありますかね。砂を噛むような暮らしに今では慣れすぎていた。 Wow, wow. 時代はいつでも俺を叩いて、音も立てずに通り過ぎてゆく。
誇り高く自然体で生きてゆこうと、もがけばもがくほど流されていた。男らしく女らしく生きてゆくこと、コンクリートの街の遠い幻、限りある命のぬくもりさえも感じることなく、もう歩けない。吉郎少年の街をお届けしました、ということでね、まあいろいろあの時代も変わっていきましょうが、あの、このコロナ禍の間に僕の好きだった飲み屋がほとんど店閉じましたね、そんな悲しくなってくるほど、ね、それがいい飲み屋だったんですよ。あのおじさんが一人でやってるような飲み屋で、いろんな会社のさまざまな、うん、あのお仕事の人がそこに集まって、そのおじさんのお話を聞いて、うん、一人でやってるから、うん、飲んだらテーブル拭いて帰るっていうね、皿も片付けて、ね、お客さんがそういうお店でしたけどね、そういういい飲み屋がねなくなってしまうよね、ね、残念だね、うん、残念ですよ。あの本当にね素敵なお店がたくさんありましたけどね、今はね思うと。なんかありますか？なんかそうそうそう、さっきね誰も読めなかった漢字、うん、はいはいはい、今調べてくれました。あ、ね、安子さんからのファックスなんですけど、うん、はいはい、春先からもう8匹やっつけたとのこと、その次の字が読めなかったのが、うん、のどかで癒される環境と危険、のどかなんだって、ね、のどかっていう字が読めないの、読めなかったの。なんだ、俺言ってくれればすぐ読めるじゃん。誰今さら言ったって誰も信用しないわよ。見ようともしなかったじゃない。いや見えない。勉強になったね。一つ立候補になりました。ありがとうございました。
がとう。ありがとうございます。ということでね、本当にね、ありがとうございます。いつもファックスね、いただきました。これはね、僕の方にはメールが届いています。これアトランタですね。アトランタは今夜の11時ぐらいかな。アトランタの空手の師範からメールが来ております。勤む高橋さん、はい、アトランタ、USA 大山空手の師範ですね、皆様おはようございます。天気予報を見ると12時には30度に到達する武蔵小杉、いかがお過ごしですか。30度になるんね。30度ですか。なんかねすごいね最近 ね、今週の今週バスジャックと発砲事件が同時に発生した我がアトランタ。アトランタすごいね。バスジャックと発砲事件、まるで筑豊みたいだよね。いやそんなことないけど、僕が生まれ育った町柄が悪いのよ。いや昔はね、今はいいとこですよ。バスジャックと発砲事件は同時にアトランタそうだったの。そうなんだ。現在32度、いろいろな意味で暑いですっていうね。カノさん、禁酒3週目に突入したとか、ね、禁酒、ね、今禁酒してますけどもね、私の経験では禁酒も始めてしまうとこんなものかと感じ、2ヶ月ぐらいあっという間に過ぎてしまいました。つとむさんも禁酒してたんだね。カノさんも、次の検査までもう少し辛抱ですもう少しの辛抱ですね。まあちょっと薬とね併用するとまずいということで、うん、今ステロイドを飲んでるんで、ステロイド系とそのお酒っていうのはね、お知らないで飲んでたのよ。あ、そうだったんだ。そう、飲んでいいって言われた先生が、いや金尾さんお酒はいいですよって言われて、ただそのステロイド併用しちゃうまずいこと知らないで、うん、夜ステロイド飲まないから朝だけなのよ。あ、そうなんだ。だから夜飲まないから夜酒だけ飲んでたけど、ちょっと数値が跳ね上がっちゃって、あららら、肝臓のね、そういうのもまああったんですけども、とりあえずちょっと禁酒してみようかと思ってね。結構僕意志強いでしょ、飲んでないでしょ。そうなの。いや俺も浴びるほど毎日飲んでたからね。あ、そういう人はね、酒も欠かしたことなかったから。うん、一日も休まないですよ、ずっと。もう50年ぐらい病院行ったことない、一回も。うん、今もう飲まないからもう全くそれが分からない。いやだから今ちょっと飲んでないですけど、あの、いや、やめるつもりはないですよ。タバコはもう咳込んで吸えなくなっちゃったんで、もうやめましたけど、1年ぐらい前から。でもすごいな。でも酒はね、なんかまだちょっと美味しいの。だからちょっとまだ飲みたい気持ちがあります。だから飲みたい気持ちがあるまでいいんじゃない。ある。だからちょっととりあえず今やめといて、あの数値がね下がってくれば、少しちょっといただこうかなと。ちょっといただけば、ちょっと ね毎日一本ずつ。よくないよ、また僕があって飲み始めたらまた上がっちゃうよ。いやいや、そうだね。ダメ、女房じゃないんだからさ。ダメとか言われて。まあでもあのほどほどにね、だから、まあ、楽しむ程度でね、そうですよね、楽しいことはやった方がいいよ、ね。だからまあもう飲めなくなったらやめちゃうんだろうけど、まあまだまだちょっとね、あの楽しいから。金沢さんは禁酒さん、なんか今読んだね。ということで、金沢さんも次の検査まで、まあ、読んだね、これもね。読んだ。さて本日のリクエストですが、久しぶりに Still I Love You、はい、君の名はの、バラードじゃないオリジナルバージョンを聞かせてくださいというね、バケツのカニがつい飛び出すのが楽しみですというね。僕はね、母からね、亡くなった母からバケツのカニのように落ち着きがないから、バケツのカニ、あんたはバケツのカニバイって言われてました。前も聞いた、それなんかね、ごそ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 腕みたいなね。そうバケツの中で、バケツのカニみたいなね。あのあれですけども、ということでね、リクエストいただきました、ありがとうございました。アトランタがね、これは柳葉敏郎くんが歌ってくれてた歌ですね。君の名はっていうタイトルで、ちょうど男女七人夏物語の、
テーマソングになるはずだったんだけど、事務所の力関係で負けて、ショーミーという曲に取られてしまいました。あらららら、これはもうすごい、ショーミーは聴きたくないですね。ずっとそれっとり意地でも聞くもんか。いやいやいや、やっぱそういうのあるんだね。そう、あれね、人間ってね、もう右行くか左行くかで実は決まるんだからね。本当そうですよね。それで僕がテーマソングになってたら、ここにはいないから。いなかった。ね、そういうとこにいたね。うん、毎週毎週来ない。来ないよ。好きな時にやってね。だってそうか。そうそう。立ち飲み屋とかでライブやんないからね。やらないもんね。でもね、それがあったおかげでこうやって皆さんとお会いできたっていう ね、うん、ね、もう親しくなれたしね。そうそうそう、じゃないですか。でもね、僕がんになって、うん、あの言うけどもがんで悩んでる人がものすごく多くて、うん、この番組聞いてなんか力になりましたという方も多いんですよ。でしょ。でただステイ4とかだったんで、まあ、なかなか大変なんだけど、みんなみんなそう助かるわけじゃないんだけども、それで良かったことがあって、のは一つは、うん、今肝臓の数値が上がったって言ったじゃん、うんうんうん、肝臓もそうなんだけども、その抗がん剤とかすると他のところに影響が出てくる場合があるんで、うんうんうん、それはまたね、本当は 悪い部分が今またそれをこう見つけられたわけよ。だからそういうことが僕の場合多くて、うん、でそのやっぱ抗がん剤の一種でそういう緩和治療の薬があるんだけども、うん、それをやってると、あの例えばあの内臓に負担がかかる、そうですね、まあ、当然ね、抗がん剤の副作用みたいなのあるんだけども、うんうん、それも出てきて分かったっていうことを考えると逆に良かったんじゃないか、うん、だから俺どん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 良くなるよ、あちこち。ガンちゃんと仲良くなっちゃったもんね。そうそう、だから共に生きるっていうのはそういうこと。 With cancer、 共に生きてるな、ね、そう、そういう自分の中から生まれた細胞だから、ガン細胞も自分のねものだから、 そうですね、そういうふうに思えば割とね、うん、うまく生きられるっていう気もしますよね、うんうん、はい、ということでね、リクエストの答えしますよ、はい、Still I Love You ですね、はい、街で見つけ今夜だけのパートナー、傷ついているのは君だけじゃない、虚しさだけを感じているのは俺だけじゃないはずさ、どこかで愛だけで生きていけたなら笑い合っていつも暮らせたなら、グラスについで飲み干したロンリーハー、心の痛みは癒せはしない、冷たい風が吹き抜けるロンリーハー、ときめ
ということでアトランタの勤務高橋さんのリクエストにお答えしました、Still I Love You、ね、君の名はでした ね、いかがでしたでしょうか。でも海外の方がこうやって、ね、毎週聞いていただけるのはありがたい、ね、すごいよね。もう17年になったよ。すごいよね。おかん、おかん。すごいじゃん、よっちゃん。よっちゃん。よっちゃんすごいじゃん。ね、最初の頃はでもね、あの結構ね一緒になったことね、ここでよく一緒になりましたよね、なんかね、いろいろ時がね。そうね。いろいろ変わりましたけども、あのね川崎 FM の中もね、いろんな変化ありましたけど。でも元気そうな顔見れて本当に良かったです。安心しました。本当に。うん、そうよ、心配してたもん。 ありがとう、すいませんね、うん、心配してたから今日はもう ね、あのとしみさんもいないとちょっと男二人ここじゃちょっとなむさ苦しいなと思っちゃってさ、ね、でピンク着てピンク着てきたのよ、まあ、確かに華やかにはなりますね、ピンク着てさ、うん、はい、としみさんのちょっと穴埋めでもできればと思ってね、ありがたいですね。こうやってそうやってね来ていただけるってことはね、来ます来ますもう本当に、あのありがたいんですけども、マコさん、あのライブの予定はあれですか。先週なかなか言えなかったけども、あ、本当ライブ、うん、あのまあ今日毎日やりますよ。今日もあるんだね。今日もあるよ、うんうん、今日はあの、うん、元町のねバンブルビーカフェというところで、はいはいはい、あ、はい、あ横浜だったら ね水川さんのねところでやります、はいはい、ソロです。ソロ ね、あと結構いろいろもう毎日ほとんど毎日、明後日が日曜日はクラプトンブルースセッションのホストやりますね。ああ、セッション、セッションっていうのはあれなの、うん、あの、お月ん、高子さんありがとうございます、メール来たよ。あら、ありがとうございます。としみくんから。あらあら、誰から。としみさん、うん、あ、聞いてるのね、うん、さっきの私がもう一回読んだのどかで癒されるのところ、うん、あの方、あのね、高子さんありがとうございます、はい、あ、今日はね、先ほどの読めなかった感じはのどかです。のどかです、はい、そうなのよ、読めなかったの勉強になりました、ありがとうございます。いや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 、であのね、そうやってね、そしみくんも元気そうで ね、何よりですね、あ、
あ、としみさん、うん、お休み、あのアトランタはね、うん、11時半だって今。ほうほうほう、うん、夜のね、夜ね、うんうん、いろいろね、こうやって、そうですね、うん、海外からもね嬉しいよね、うん、聞いてくれるなんてね、本当に嬉しい。でも最初の頃はね、やっぱりまだあれがなかったんですよ、あのなんだろう、あのエリアがやっぱ狭くて、うんうんうん、で、あの、うん、今みたいに携帯で聞けなかったからね。あ、そっかそっか。だからやっぱりね、考えたよね、うん、で、俺ラジオ始めたんだって横浜住んでたから、うん、だいたいこの番組終わったらそこの立ち飲み屋に寄って、うんうん、そこで CD をチェックして、うん、酒飲みながら、うん、それで帰ってたわけ、うん、明るい時間から、うん、明るい時間からねその、ま、毎週そチェックするじゃない、うん、でそれがその毎週の日課だったんだけど、その時人に言ってもさ、ラジオが聞こえないから言えないじゃん、あの、そうだった、そうそう、まだあのエリアが本当に狭いから、そうかそうか、この辺だけで、川崎ってなんか広いでしょ、うんうん、でもほとんど聞こえないわけよ。だから4年ぐらい経ってからかな、あのサイマルラジオとかが、うんうん、インターネットで聞けるようになって、はい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 、その後が携帯で聞けるようになって、やっとだからそれで今になったんだけど、うん、だこれも時間が結構かかったよね、ね。だから最初はあれよ、聞くも涙の話だったよね。俺隣のビルからもうスポンサー探し回ったからね。あ、そう。一軒一軒。うわ、二焼き。ほう。大きな声で言いたいよ、この。すごい。これはね、あの、すごいわ。うん、一軒一軒探したからね。歩いたのよ。だから、見つかんなかったら、まあ、自腹切ってやってたからね、俺。うん。まあ今だから言えますけど、うん、でもそれがあったから今があるんだよね。すごい、でも根性っていうかやる気がすごいです ね、 ね、やる気あったのよ、その頃は。今ないよ、ね、やる気がすごいわ本当に今でもね、うん、それから今までね続いてるんだもんね。そうだからね、からあの病気になっても、あのそこら辺の気持ちで勝てるんだよ ね、 ね、なんか素晴らしい、すごい、そう思うんだよね。なんかそういう気持ちがなかったらさ、ちょっと負けてるかもしれないね、病気にもね。私だって随分勇気づけられてるもん。本当？今もちょっとほら腰が痛くてさ、あね、言ったでしょ、うん、3週間ぐらい痛かったんだけど、うんうんうん、でもカナオさんがこんなに頑張って、何で私こんなことぐらいでヒーヒー言ってんのって思ってたから、本当に、うん、だから本当に勇気づけられる方がたくさんいらっしゃると思う、あこの番組で。ああそうかもしれないですね、うん、だからもう先輩たちももちろんそうだし、僕もなんかあの番組で出会った、ね、方たちからやっぱり励まされて今が、ね、あるわけでね、うん、それもそういうあの一つの財産ですよね、うん、実はもうお金ないですけど、うん、お金あってもねすぐなくなるじゃん、お金はな、ね、天下の回り物すぐ飛んじゃうの。そうそう、なくなるんだよね、だから落ち着かない、うん、でもやっぱりそういう財産はなかなかなくならないでしょ、自分がなくならないから ね、ある意味自分がちゃんと してればねの話ですけどね。だから頑張って、なんかこういう人間関係ってやっぱりちょっとストレスが多すぎたのかもしれないですね、僕今の人生ね、うん、最近病気になって思ったんだけど、だからあんまりストレスがかかんないようなこと、だから う、ね、もうあんまり会いたくない人は会わない、うん、それがいいと思う、だからこう本当に、ね、行きたくないとこはあんまり行かないっていうかね、だからできるだけなんか正直にあのなんかこういうねところ行きたいなっていう、だからどんどんそれが増やしていけばいいしね、うん、それが一番思ってますけど、はい、ということでね、今後のですね、ほう、お客様の紹介をしたかったんだけど、うん、ね、すごい、いやいや、これあるじゃん、あ、手帳忘れた、いや、いいや、あの、じゃあなんか一曲歌ってるから待って、袋の中に何か歌いましょうか、どうしますか、私が青空行きますかね、久しぶりに、うん、あのみんなで一緒に歌いましょうよ、はい、行きましょうかねはい、
頃恋しい ということでね、ちょっとはしゃぎすぎましたね。で、あっという間のもう1時間ですけども、はい、高子さんはあれですか、今後いろいろライブスケジュールとかってあるんですか？そうですね、さっきも言いましたけども、うん、お船の方、うんうんうん、船のクルーズの方のコンサートと、うん、あとは、来年が世界に回る、うん、やっぱり世界一周クルーズの方の、うん、まあ、いろんな企画を今この後プレゼンするんですけど、それが決まればまた地球ずっと回る。で再来年は国内 の、 全国コンサートツアーを有名なラテンの歌手を日本に呼んで、うん、まあ1ヶ月半ぐらいですね、ツアーがあるんですよ、うんうん、だからこのあと少しずつまあバタ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 して、でまあ息子イルヴィン浩二と私と一緒に舞台、うん、その全国ツアーの時は舞台に上がるので、それの準備とかね、うん、まあそれ以外にも息子バタバタいろんなことやってるから、うんうんうん、ね、はい、頑張っております、うん、頑張ってください、はい、結構でもあれですよね、こうそういう船に乗ってやるっていうことはお客様はもうもう いつもいるわけだから、そうよ、それ楽だよね、決まったらね、うん、集客とか一切もう別世界、ね、別世界です、すごいね、楽です、そういう部分ではね、みんなお客さんは、うんうん、ね、ほんとそう、陸はね、いろんな苦労が、もう集客したりとか、うんうんうん、ね、集金したりとか、それ結構大変だよね、そんなのがないから、ね、そういう雑用がないからね、もう、ね、演じるだけでいいわけだから、楽よ、船酔いする人は大変だね、うん、でもね、船に乗られる方ってもう慣れてる、うんうんうん、クルーズに慣れてる方、それとあと日本の船、さっきも言ったけど揺れないのよ、うん、ああそうなんだね、うん、本当に外国の船と比べると全然揺れないから、うんうん、それも日本の船はすごいなと思うし、うんうんうん、そういうものをきちんと装置をつけてるので、うんうんうん、なるほどね、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、ね、これから先のですね、はい、ご紹介しましょう、まず来週6月21日テミアンさんですね、はい、初登場ということで楽しみにしております、ね、あとねちょっと空きましてですね、7月の12日これはね杉本厚彦さん、まあ、ジャズギターっていうかね、はい、ギタリストですけども、うん、おなじみですけども、トラさんという方、ボーカルの方とね、うん、一緒に、2人でお見えになります、はい、7月のその次の週19日が浩二王子、浩二王子ね、久しぶりに登場ですね、で7月の26日山本教授さん、教授ね、もうこの頃は、海外から帰ってきてるよね、帰ってきてるのかな、おそらく、ね、帰ってきてるのかな、どこだっけ、ロックなんかロック国王の方ですよね、そうそうそう、うん、スウェーデンスウェーデンか、スウェーデンロックコンサートがある、紫とバウバウ ね、それが7月26日ですね、うん、あと8月2日これはね藤田理恵さん、あ、理恵ちゃん、ね、初登場ですね、はい、そんな感じでね、楽しみですね、いろいろ、うん、来てますけどですね、9月はまたね、ちびさん来るみたいね、あ、紫のね、いいね、はい、楽しみにしております、あ、そうだ、みんなに言うと、うん、9月20日うん、クロコダイルで私コキライブやりますんで、9月20日マコスさんね、クロコダイル、クロコダイル来てください、うん、もうだってもう、 もうすでにソールドアウトじゃないの、いやいや、まだ告知してないんだ、実はしてない、告知してないけどこれからですね、まだこれからゲストの方とか、はい、今まだね、ちゃんと確定してないんで、その辺も全部確定してからやるんで、なるほど、でももう20日、9月20日にはやることはやりますんでなるほどね、うんうん、9月20日クロコダイルね、はい、楽しみに、
ですね。そっか、クロコダイルってノラと一緒に共演した店だわ。あ、そうなの。そう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 、今思い出した。そうなんだ、うん、女性ばっかし集めて、うん、女性バンド で、うんうん、でそこでノラノラってこう呼ばれちゃって、うんうんうん、だからさっきもノラの話が出たけど、本当ね、ここにちょっと呼びましょう、この次ね、うん、いろんな話を、ね、うん、話したいです、うん、今日本にいらっしゃるの。はい、日本にいる、あの、大阪の方とか関西の方かな、今ツアーで回ってるのが。あっという間も1時間で、ね、ね、時間なくなっちゃったよね、なんか、ね、どうすこれやんなかったね。そうそう、やろう、まこちゃん途中まででいい、いいちょっと言われる、まこちゃんの歌やろう。いいですか。はいはい、行きましょう。I shall be released. I shall be released on. Change up, なんてきっとないさ。君の世界なんておかしいよ。でも俺をこんなに変えた。昔の友がいるんだ。 I see my life shine from the west on to the east. Any day now, any day now は楽な方を飛びさ。誰とでも手をつなぎながら。でも俺は俺さ、思い通りに歌うんだ。 I see my life come shine.またいつか。ありがとう。はい、See you next time! Yes!「あの人は」